出てきませんね。後で修理しろよ。やめろ！出てこないからといって無理やり扉をこじ開けようとするな。ていうか、今のは絶対こじ開けようとする掛け声じゃなかったぞ。明らかに破壊しようとしていただろう。君にはつつましさとか繊細さとか、そういう女性らしさはないのか。乙女なら乙女らしくもっと女子力を磨け。君のそういうところが男らしさに拍車をかけてるんだよ。生まれる性別間違えたんじゃないのか。あんなところに水泳 E カップの水着ギャルがぴょんぴょん飛び跳ねてる。どこどこ、いいいいってどのくらい、やっぱ揺れるの。 A B C D E E E 5君はまだまだ男心を理解できていないようだな。え？あ！こら！待って、あり！ユリカさん！今すぐこちらに来てください。これを見てください。はい、色といい、細さといい、何よりもこの微妙な縮れ具合。彼のそれって1階のバスルームの前です。やっぱりそれって。いいからお前は黙っとけ。そうです。いいですか。私が合図したら。3、2、1、5。おかしいですね。
確かにここに逃げ込んだと思ったのですが。行けるってどこにですか？別の世界？鏡を通り抜けて。私はバカで、あなたの言葉の意味もよく理解できていないのですが、つまりあなたは別の世界からやってきた。あなたが別の世界から来たというのなら、私が出会ったあなたと、なぜアリスなんですか？そうですか。待ってください。私もあなたと一緒に行きます。あなたが記憶喪失で他の世界からやってきた人で、あなたが私の知ってる彼女じゃなかったとしても、それがアリス・ユリカなら、なおさら私はあなたを一人にはさせません。手ですか？手、あー、手が、手が！お前さ、何？いい加減嘘つくのやめろ。え？とぼけんなよ。この前自分がいらないおもちゃをくれるって言ってたのに。何のこと？うわ、私にも指輪をくれるって言った。知らない、本当に知らない。何のこと？俺知ってる。こいつんち本当はすっげー貧乏なんだよな。なのに金持ちぶってさ。嘘つきだよ。嘘じゃない。男なのにリボンしてさ、男女。これは、じゃあお母さんお仕事に行ってくるから。どうしたの？お腹痛い。え？大丈夫？熱は？ないみたいだけど、どうしよう。大丈夫。そう？うん。
今日はお家でゆっくりしてなさい。学校にはおいいこと。お外で遊んではダメ。周りのみんなは狼なの。狼はどんな悪いことをするかわからない。お母さんがいない間、ちゃんとお留守番しているのよ。もし誰かがこの家にやっ、わかった。誰かいるの？気のせいか。はいはいはい。それでは学校から。ねえ、どうして。が、それは誰かに意地悪されてるの？別に何もないよ。本当に？本当。どうしたの？ただ影が。影？お母さん。なんでもない。アリス？あっちゃん、こっちこっち。あっちゃん？君は。トーク、何してんだよ。ほら。お母さん？どうして泣いてるの？アリス、あなたは本当にアリスなの？ユリカちゃん、どないしたん？転んだ？どっか怪我は？動いたらあかん。病院。大げさか。とりあえず部屋に行って怪我の確認をしよう。ちょっとの間我慢しててな。ゆかちゃんの部屋で確認をしようと思って。さすがに廊下で脱がすなんてできんやろ。誰かにゆりかちゃんの裸見られるなんて嫌やし。
しい、ゆりかちゃん。どういたしまして。さて、ゆりかちゃん、ゆりかちゃん、お腹見せて、お腹見せて。ゆりかちゃんが見せてくれないなら、無理やりにでも。ゆりかちゃん、僕と付き合ってないってどういうことな？そのままの意味って。ゆりかちゃん、僕のこと嫌いになった？じゃあ、僕のことが嫌になった？僕なんかした？君が嫌だと思うところは全部直すように努力する。おい、どうした？大丈夫？取り込み中だったか。悪いな。は？はあ？なんかよくわかんねえけど、その体勢で言うセリフか、それ。いや、覚えてるけど、アリス・ユリコ。はあ？はあ？シンデレラさん。おう。シンデレラさんには今の今まで感謝していました。見ず知らずの僕を家に置いてくれたばかりではなく、仕事を与えてくれて、ヒーさんとの仲を後押ししてくれ。まさかそのシンデレラさんに裏切られるとは思っていませんでした。そりゃあ、シンデレラさんは見た目はかっこええし、イケボやし、女の子も放っておかんでしょうな。いや、待て、誤解だな。冗談だろ、冗談って言え。
くから大事なひいさんを寝取るなんて、江戸京してはりますな。シンデレラさん、この落とし前どうつけてくれるん、シンデレラさん。俺は別に彼氏でも婚約者でもなんでもねえ。こいつの彼氏はかぐやだろう。俺はそうだと思ってたけど、違うの？僕はそのつもりでいたけど。ねえよ！あんたは俺の店の従業員だ！記憶喪失。せやけど僕のこと。なあ、あんたもしかして。かなり重症みたいだね。僕は信じるよ。信じるって、あんた。そりゃ夢物語みたいな話やと思うけど。せやけど僕はゆりかちゃんが記憶喪失だなんて冗談を言うとは思えないんです。まあそう。うん、彼女はそん。でもさ、そうするとここにいるアリス・ユリカが別の世界から来たってんなら、俺たちが知ってるアリス、もしかしてアリス・ユリカが2人。ユリカちゃん、ユリカちゃん、どこにおるん？いない。さっきまで何してたっけ？ゆりかちゃんは取りに行くものがあるって2階に上がって。じゃあやっぱりこいつはアリス・ゆりかなんじゃねえの？ただまあ記憶がおかしくなってるみたいだけど。
なんでアリス君なの？知ってるも何もここに住んでるからね。どこに行ったんやろ。うん、わかった。ひーさん、ちょっと待っててな。シンデレラさ、白雪さ。なんだよ。僕とヒーさんは今からアリス君を探しに行ってきます。今から？今から。喫茶店の仕事は？せやからシンデレラさんと白雪さんのお二人。ちょっと待て。アリスを探しに行くのはいいけど、別に今じゃなくてもいいだろう。せめて夜になって。あ、いたたたたたたた。ねえ、前にシンデレラさんに殴られたところが今さら痛み出してきた。殴ったの？殴って、あ、いや、殴ったな。殴ったんだ。いや、でもあの時のあれは勘違いでんだな。勘違いで僕は全力で殴られ吹っ飛ばされたんですよね。しかもその後の謝罪が悪いなってと。こういうのって老記書に駆け込んだら。ああ、分かった分かったから、かぐや、こいつを連れて今すぐアリスを探し。ほんまですか？やっぱりシンデレラさんは頼りになりますわ。まあな。じゃ、探しに行こうか。おしゃべりで、よう、あんな言葉がポンポン出んなーっていつも感心するわ。違う？人間らしい。通りや。こう見えても僕ってめちゃくちゃ傲慢で欲深い人間なんやで。せやから
自分の口から他の男の名前が出るだけで。それにしても昼間からデートっちゅうのもええもんやな。兄さんはお腹空いてる？なんか食べたいもんある？じゃあなんか買うて食べようか。ま、あそこに串焼き屋さんがあるで。はい、どうぞ。ちょっと待ってな。今、僕が用意するから。めっちゃ美味しい。だって僕の彼女さんやし。で、ヒーさんは僕の知ってるヒーさんとは違うのかもしれんけど、前にもこうしてここでヒーさんと同じもん食べたんやで。せやで。姿も声も僕にとってはアリス・ユリカそのものに見える。せやけど僕の知ってるアリス・ユリカとは違うのかもしれへんな。君には僕との思い出がないから。君は覚えてないやろうけど、僕が僕としていられるんも彼女は仮面をかぶった僕の姿を暴いて力ずくで僕の心を救ってくれた。僕が知ってるアリス・ユリカっちゅう女の子は、笑顔が可愛くて、そして、難しい話やな。月の都の人は華やかで美しくて老いることはない。何も思い悩むこともない。君は月の都の人間なのかもしれへんな。せやな。まあ自分が本物のヒーさんか確かめる方法がないわけやないんやけど、わかった。じゃあ、ヒーさん、お腹見せて。うん、お腹。
野外やんな。しまった。一度ならず二度までも、僕のことをどこぞの盛りがついた赤いやつと緑のやつみたいに言うな。被害妄想も大概にしろ。自分がそんなに魅力のある人間だと思ってるのか？自意識過剰な女性様の典型か君は。それは人を油断させた隙に捕まえるとは卑怯だ。そんなのは君が僕を探していたから隠れていたに決まっているだろう。東大元暮らしというからな。君に見つからないように君の後をつけて回ったわけだ。見てないんだから全然ラッキーでもスケベでもないだろ。君の方こそこの真っ昼間の野外で男と二人きりで何をしようとしていたんだ。だからといって君は簡単に男に腹を見せるのか。ちょろいにも程がある。今時のラノベやエロゲのヒロインの方がまだ低粛だぞ、この淫乱アバゼベチ。なんかの喧嘩みたいやな。それがどうした？嫌だと。相変わらず往生際が悪くて諦めが悪いな。まあ前向きなところは嫌いじゃないが、前にしか進めないというならしっかり前を見るんだな。ヒーさん、行くな。行かないでくれ。たとえ君が月の都の人でも僕は君が好きなんだ。
ちゅうても、ヒーさんは行く。なら、僕も一緒に行く。どうだって僕は君とこのまま離れ離れになる方が嫌や。あんなヒーさん、君が本当に僕の知ってるヒーさんかは僕には分からん。でもこれだけは分かる、僕は君を誰にも渡したくない。たとえ、迷惑なことになったわね。あ、足が。誰？あれは…どうしてお母さんが…あの…すみません…ここはどこですか？何を妙なこと言ってるんだ。ここはお前の母さんの実家で、今は葬儀の最中だろ。葬儀？ねえ、なんかこの子おかしいわよ。やっぱりあの時のことがショックで。あの時？あの時のことって何ですか？お母さんは？落ち着きなさい。お前のお母さんは死んだんだ。お母さんが死んだ？嘘だ。なんでお母さんが？だって、あんなに…母さん！お母さん！よっ！どうしてあんたは人を困らせることばかりするの？妖精、この子はかわいそうな子なんだ。少しくらいうちで面倒見てやってもいいじゃないか。だから面倒見てきたのに。この子嘘ばっかりつくのよ。ここは…目が覚めた？具合はどう？覚えてる？あなた、びっくりしたわよ。
朝起きたらあなたはいないし、あちこち探し回ってたら。病院？一応検査もしたけど、どこにも異常はないって。よかったわね。あの日、お前がお姉ちゃんとここを抜け出したってこと。え？お前がお姉ちゃんを殺したんだ！こら、やめなさい。だって！知らない。人殺し！人殺し？